ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。織田信長とか豊臣秀吉とか、戦いが上手だったのはわかるけど、戦うのが下手な武将もいたの？そんなんめちゃくちゃいたぜ。めちゃくちゃいたのね。そんな武将たちは、どうやって戦国の領域抜いていったのか気になるわ。じゃあ今回は、最も弱かったであろう戦国武将たちを紹介していくぜ。題して、最も戦いが下手だったのは誰？戦国武将最弱選手権。開幕。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは、越前の国を100年にわたって支配していた朝倉氏の最後の当主、朝倉義景を紹介するぜ。100年も続いた家を終わらせたなんて、責任重大ね。義景が若くして家督を継いだ頃、朝倉氏を名実ともに支えていたのが一族の軍師だった朝倉宗敵。有名な功績というと、加賀一行一騎を沈めたり、近江の浅井氏を支援し、浅井氏との絆を強固にしたことだ。朝倉氏の支柱だったのね。また、義景に様々な教育を受けさせるなど、当主にふさわしい人物に育て上げようと奮闘した。一族のために働き続けたんだわ。宗敵がいてくれたら、朝倉氏も安泰じゃない？ところが義景が当主になった時、宗敵はすでに老齢に達しており、天文24年1555年に79歳で亡くなるんだ。武将としてのノウハウを、義景に伝えられなかったのね。ここから朝倉氏の運命は、坂を転がり落ちるように滅亡へ向かっていく。うわぁ。永禄8年1565年、越前へ逃れてきた足利義昭を保護し、天下取りの最高のアドバンテージを手に入れた。しかし背後では一向一揆と敵対し、内部でも反乱の火種を抱えていたため、それどころじゃなかったんだ。やがて義昭は終わり、美濃を支配していた織田信長を頼り、越前を出たんだ。もったいない。さらに義景を不幸が襲う。溺愛していた嫡男、熊君丸が、わずか7歳で亡くなってしまったんだ。それはかわいそうすぎる。深い悲しみに沈んだ義景はやる気を一切なくし、政務すら放棄して自らの屋敷に引きこもってしまった。気持ちわかるけどね。そんな義景を見かねた家臣たちは、御少将という絶世の美女を側室に迎えさせたんだ。美女が近くにいたら、仕事のやる気も起きそうだわ。ところがこれは逆効果となり、政務を放り出して御少将という境に吹けるようになった。そんな義景の姿を見た家臣たちは、愛想を尽かしてしまったんだ。あらら。時は流れ、とうとう上洛を果たした信長と対立するようになった。信長の妹と婚姻関係を結んだ浅井と朝倉は、元はといえば親戚同士で、家紋も非常に似ている。そんな義景にとって、信長は同格だという意識があったんだろう。義景は信長の上洛命令を無視し、信長と対立関係となっていったんだ。信長は戦が上手そうよね。義景は戦が下手だから紹介されてるわけだし、ここで負けて命を落としちゃうのかしら。朝倉、浅井連合軍と信長が戦った、元亀元年1570年の姉川の戦いでは、自ら出陣することなく敗戦した。出陣すらしてないの。続く滋賀の陣で朝倉、浅井勢は、京都まで目と鼻の先まで迫ることができた。しかし織田軍の主力が向かってくると、一戦も交えることなく比叡山に逃げ込むんだ。また、義景がそんなに気弱な態度なら、家臣たちも頑張れないわよね。天正元年1573年、義景の盟友、浅井長政が織田の大軍に攻められて危機に陥った。ここで義景は配下の諸将に出陣を命じたんだ。いよいよ出陣ね。しかし、義景はこれまでの優柔不断さから家臣たちの信頼を失っており、命令に従う者は少なかった。家臣たちもがっかりしたんだわ。なんとか2万をかけ集めた義景だが、信長の奇襲を受けて軍は壊滅。命からがら本拠の一条谷まで逃げ帰ったらしい。しかしそこで体勢を立て直す間もなく、一族である朝倉景明に攻められ、自害したんだ。悲しい最後ね。義景には不幸を乗り越える精神力がなく、終始優柔不断だった。この弱さが、結果的に家臣の心が離れる原因になったんだろう。家臣の信頼が絶対に必要な世の中で、武将として致命的な欠陥だったのかもしれないわね。次は、北九州で最大6カ国もの半島を築いた、大友氏の最後の当主である大友義宗だ。広い領土を持っていたのね。義宗の父である宗麟は、キリスト教を保護し、南蛮貿易の利権を手にしたことで有名だ。しかし、それが危機を招く原因となる。どんな危機になっちゃうのかしら。天正5年1577年、日向を領していた伊藤氏は、南から島津氏の攻撃を受けて豊後へ逃れてきた。そこで宗麟は、伊藤氏の給料を取り戻す代わりに、一部を宗麟の隠居地として割譲してもらうことを考えた。宗麟もたくさん土地を持っているのに、どうしてまだ欲しがるの？その地を誰にも邪魔されない、キリスト教国にしたかったんだ。義宗も同意して作戦が開始されるが、大友家臣団は意外に仏教徒が多かった。
キリスト教には懐疑的だったらしく、士気は上がらなかったと言われているんだ。家臣団にキリスト教徒が多かったら、やる気も起こったかもね。やがて耳川の戦いで惨敗を喫した大友氏は、その後、島津氏の侵攻をまともに受けてしまった。天正14年1586年、島津氏が怒涛の勢いで豊後へ侵攻してきた時がひどかった。何があったの？吉宗に忠誠を誓っていたはずの家臣たちが、次々と離反していったんだ。もともと求心力もカリスマ性も持たない吉宗は、指をくわえて見ているしかなかった。それは切ない。父、宗麟の必死の嘆願によって、豊臣秀吉の援軍が九州へ上陸してきたんだ。豊臣の先遣隊を迎えた吉宗は、総大将となって島津軍と対峙することになった。いよいよ直接対決ね。豊臣の軍艦、戦国秀久の強硬な主張に押し切られて出撃を決意。これが、摂津川の戦いだ。豊臣軍もいるし、これは楽勝でしょ。ところが戦いは島津軍に押しまくられ、長宗我部信親や蘇郷正康らが討ち死にした。吉宗はあろうことか、一戦も交えずに船へ逃げ帰ってしまったんだ。何のために来たの？また、大友家臣の志賀近次や佐伯是定が各地で籠城し奮戦していたが、まさか、大友家の居城である船井城から撤退したんだ。いくら相手が盛況を誇る島津軍とはいえ、あまりに不甲斐ない大将ぶりだった。どうしようもないリーダーだわ。吉宗はこれで領土を失ったの？この後で秀吉が九州征伐を行い、それによって島津氏が屈服した。このおかげで大友氏は文豪を取り戻せたんだ。ラッキーだったわね。しかし吉宗は朝鮮の駅で、またしても失態を晒してしまうんだぜ。こんなエピソードばかりだわ。民軍に囲まれた小西行長を救援しようとしたところ、行長の討ち死にという誤報が入ってきた。その誤報を信じて撤退してしまい、秀吉から大目玉を食らったんだ。そればかりか文豪を取り上げられて、改易されてしまった。超重たい罰だわ。もう没落しちゃうのかしら。幽閉の身となった吉宗にも、関ヶ原の戦いという最後のビッグチャンスが訪れるんだ。おう、毛利氏の支援によって旧家臣たちをかき集め、懐かしい文豪に上陸を果たした吉宗。しかし、戦う相手が悪すぎた。誰と戦ったの？対戦相手は、戦国最高の軍師こと、黒田助水。もうダメだわ。石垣原の戦いで無残な敗北を喫し、結局は頭を丸めて降伏せざるを得なかった。実は関ヶ原の戦いで、黒田助水や吉宗の家臣たちは東軍に加わるよう進言されていたんだ。もし助水のアドバイスを聞いて東軍側に立っていたら、丘陵の文豪を取り戻せていたかもしれない。そんなことがあったのね。日立の国へ流罪となった吉宗はその地で没した。嫡男の義則が徳川氏に仕えていたから、旗本として存続できたのは救いだったかもしれない。ずっと逃げ続けた大名だったわ。次は室町時代に6分の1殿と呼ばれた山梨の系統、山名と豊国についてだぜ。6分の1殿ってどういうことなの？山梨は室町幕府で史跡家として権勢を振るい、全国のうち6分の1もの領地を持っていたんだ。そこから名付けられたんだぜ。すごい権力者ね。しかし戦国時代には田島や稲葉など、わずかな領地しか持たないほど没落していたんだ。そこに何があったのか気になるわ。ここでご紹介する山名と豊国もまた、兄との戦いに敗れて城を追われる身となっていた。やがて豊国は、山中鹿之助率いる尼子残党軍の支援を受けた。彼らの支援のおかげで、兄の死に乗じ、稲葉、山梨の家督を継承したんだ。やったじゃない。しかし、ここから弱小大名としての悲哀を味わうことになる。あらら、尼子残党を討伐したい毛利氏は猛将、吉川元春を稲葉鳥取城に派遣して武威を見せつけた。これに対して、とてもかなわないと判断した豊国はすかさず降伏した。この武将も戦いを避けるタイプね。しかしこれだけでは終わらなかったんだ。東からは織田氏の勢力が迫っており、今度はその織田方に寝返った。やるわね。豊国の治めた稲葉鳥取は、織田と毛利の勢力干渉地帯。ここにいる領主たちは、どちらに味方するか決断を迫られていたんだ。豊国は織田を選んだのね。いや、毛利からの圧力が強くなってくると、豊国は再び毛利方に寝返っていくぜ。どっちつかずで乗り切るのね。そこでいよいよ羽柴秀吉の侵攻を迎え、大軍によって鳥取城は包囲されてしまった。なんとここで豊国は戦意を喪失し、家臣たちに降伏する決意を表明したんだ。重臣の中村春次、森下同様らは呆れ返った。重臣たちは毛利への恩のため、籠城するべきと主張したんだ。そりゃそうだわ。しかし豊国にそんなつもりはもうとうなかった。とうとう単身、城を抜け出して秀吉の陣へで向いて降伏してしまった。いやいや、ひどいわね。やがて鳥取城は悲惨な籠城戦を戦い抜いて、落城する。かわいそうに。
豊国は秀吉に功績を称されて仕官を勧められるが、首を縦には振らず、悠々自適の日々を送るようになった。どうして仕官しなかったのかしら。理由はわからないが、大名に嫌気がさしたのか、山名のプライドが許さなかったのか。まあ、浪人になったからといって、世を捨てたわけではなかったようだ。徳川家康はじめ、大名たちと交流したり、好きな茶の湯に没頭してみたり、経済的に豊かではなかったものの、自由に生きていた。戦国時代にとことん向いていなかったのかもね。地位に対して欲がなかったのかもしれない。豊国と家康に関するこんな逸話もある。ある時、家康が6分の1殿と呼ばれたほどの名門が、他家奇遇する身分となって恥ずかしくないか聞いた。余計なお世話ね。すると豊国は涼しい顔でこう答えたそうだ。まさにおっしゃる通り、6分の1殿とまでの贅沢は言わないから、せめて100分の1殿くらいには呼ばれたいものですなと。これには家康も思わず苦笑してしまったらしい。なんか本当に変な人。この後、関ヶ原の戦いでは東軍として加わり、戦後に6000国余りを与えられた。こうして、旗本として山梨は続いていくことになる。豊国は戦いが弱いというよりも、あえて戦いを避けていたのかもしれない。確かに、潔く負けを認めて降伏することを選んだわね。それが生き抜く手段だということを、豊国は誰よりも知っていたんだろう。何にせよ、大名には向いていなかったわね。次は、駿河、遠江、三河を支配した戦国大名として名高い今川氏の当主、氏真を紹介するぜ。氏真の不幸は、父、義元を失ったことに尽きる。義元の最後ってどんなだったの？永禄3年1560年、桶狭間の戦いにおいて今川義元は討ち死にしたんだ。今川氏の行く末は、氏真の創建にかかることに。重たいわね。氏真はとにかく戦いが弱いという印象があるが、彼にも致し方ない事情があったんだ。どんな事情なの？今川本陣が織田信長の九州にあった時、そこに居並ぶ重臣がことごとく戦死した。彼らには政治や行政を担う役割もあったから、彼らの死は今川氏の行政機構が麻痺することにつながる。政治的にも大ダメージだったのね。氏真にとって、もはや父の仇討ちどころではなく、一刻も早く国を立て直す必要があったんだ。大変じゃない。氏真名義での文書を次々に発給し、家臣や領民たちを休んじる政策が優先された。しかし、戦国時代では国を立て直す時間なんて与えられないんだ。そうよね。西の三河では、後の徳川家康が独立を果たし今川領を伺い、甲斐の武田信玄は同盟を破棄してきた。めちゃ狙われてるじゃない。永禄1年1568年、ついに武田と徳川が今川領に侵攻を開始した。氏真は駿府を放棄して掛川城へ逃れたが、徳川勢に囲まれて降伏を余儀なくされた。とうとう国を失ったのね。国を失った氏真は小田原北条氏に保護されたが、そこにもいられなくなり、とうとう家康を頼ることに。不幸が続くわね。その後、たった一度だけ牧野城主となった氏真だが、わずか1年ほどで解任されている。なんで？武将としての器量がよほどなかったんだろう。氏真もここが武将としての限界だと見極めたのか、京都へ移り住み、最も得意とする道を極めていった。どんな道なのかしら？レンガや蹴鞠といった、風雅の道だぜ。全然、武道じゃないのね。芸能を通じて公家や文化人らと親しく接し、京都社交界をリードする立場となったんだ。すごいじゃない。父の仇である信長にも蹴鞠を披露したほどだから、もはやわだかまりはなかったのかもしれない。氏真には軍事的才能は皆無だったが、行政に関する能力は秀でていたようなんだ。へぇ、神殿を開発したり、灌漑事業を起こしたり、駿河や遠江にはその足跡が現在も残っている。武道以外の才能があったのね。氏真が極めた風雅の道も、武家と朝廷をつなぐ橋渡しの役目を果たしたぜ。やがて氏真の子孫たちは朝廷との交渉役として、後家旗本として存続していくことになる。しっかり子孫への基礎を作って、立派な大名だわ。最後は、歴史ファンの知る人ぞ知る人物、織田氏春だ。どんな人なの？戦国時代、日立の国中部で活躍した織田正春の子供で、10代の若さで家督を継いだんだ。若いのに大変だったわね。この時、北関東は騒乱の中にあり、織田氏にとってライバル的存在だったのが結城氏だった。結城正勝は北条氏を味方に引き入れ圧力を強めながら、織田氏内部の切り崩しを仕掛けてきた。氏春の味方はいたの？氏春は佐竹氏と同盟することで対抗し、弘治元年1555年、ついに全面対決が始まった。しかし氏春にはもともと軍事的才能がなかったのか、惨敗を喫し、漁場の織田城まで奪われたんだ。お城がなくなるのはかわいそうよね。氏春は城を奪われても諦めなかった。
一旦土浦城に入って体勢を立て直し、さらに北条氏と和睦した上で織田城を取り返した。すごいじゃない。ただその2年後、北条氏と和睦したことで佐竹氏を敵に回してしまい、その侵攻を受けることになったんだ。仲間だったのに、攻められることになっちゃうのね。そして佐竹氏と戦った黒子の戦いで敗北した宇治春は、またも織田城を放棄して土浦城へ移った。家臣の活躍でなんとか城を取り戻すものの、戦うたびに負けを繰り返す。家臣も領民たちも溜まったものではないはずだが、不思議とそんな主君に愛想を尽かすことはなかった。人として魅力があったのかしら。家臣たちの結束は固く、領民たちも宇治春を慕い続けたらしいんだ。なんだかいい関係ね。戦の才能で言うと、野戦に関しては勝つこともあり、比較的得意だったようだ。とはいえ、城を守るのが不得意だったようで、たびたび攻められては逃げることを繰り返したんだぜ。それでもちゃんとお城を取り戻せるものね。一旦城を奪われても、取り戻すだけの自信があったんだろう。負けて逃げるたびに復活を繰り返したことから、後世の人々から、戦国の不死鳥と呼ばれたほどだ。かっこいい通りなね。織田城が落城すること、9回に及んだそうだ。そんなに、北条家を味方にしたものの、天正16年1588年、またしても佐竹氏によって織田城が奪われてしまった。天正18年1590年、再び軍勢を率いて織田城奪還を目指したが、ついに宿願は果たせなかった。今回はダメだったの。今回は頼みの北条氏が豊臣の大軍に包囲され、手も足も出なかったからだ。豊臣秀吉によって、全領土を没収された織田氏は逃亡した。秀吉はやっぱり強かったのね。宇治春の晩年は結城秀康に従って、越前へ移っていったんだ。最後はライバルに従って本拠地を離れたのね。ここまでが、戦に弱かった戦国武将の紹介だ。みんな本当に弱くてびっくりしたわ。戦国武将だからといって、みんながみんな戦上手なわけないんだ。戦以外の才能がある武将もいて面白かったわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。